若菜雪降デ袖魚の若菜降デ袖魚は、上吉の赤マンボをもく、フリ降デ袖魚科に属する魚類の一種。北は北海道、南は高知県や山口県沖の太平洋、日本海及び、類縁種が大西洋の熱帯海域の沖合中層域に住む。台風や大しけの後に、幼魚や生魚が稀に沿岸に漂着する。紫色を帯びた、銀白色の体色で、 背びれは朱色。生魚では、体の全部は著しく側平たし、ビブが長く伸長する。目は大きくて、目形は、粉腸より大。尾びれは小さめで、幼魚時代は、腹びれと尻びれはない。幼魚では、ビブは伸長せず、発達した腹びれを持つ。沖合の中層に住み、そこで、立ち泳ぎのような姿勢になって、 プランクトンや浮遊性の甲殻類を食べて暮らしていると言われる。幼魚時代の姿は最初は頭部付近の背びれが大きいが、成長とともにそれは短くなっていく。腹期も非常に大きく、振袖魚という和名は、この幼魚時代の腹びれが着物の振袖に似ていることから、制魚になると目立っていた腹びれが、 すっかり体化してしまい、全く別の種類の魚のように見えてしまう。種的にも、身体面でも、生体面でも、同じ赤万宝目の魚である竜宮の使いに近く、稀にしか発見されない点も似ている。また、生魚が体を波打たせるようにして泳ぐ姿も、振り袖に似ていないこともないと言われる。腹気がなくなり、推進力を、背部のほとんどを占める、 大きな背びれに頼っているために遊泳力があまりない。生魚の体長は1メートルほどと比較的大型の魚類であるにもかかわらず、滅多に発見されない珍しい魚となっている。雪降り袖魚日本近海には降り袖魚かの魚類で次のような種がいる。いずれも稀な魚類であり、人間生活に重要な関わりを持つ種はいない。ありがとうございます。